はい、西教授です。学び直し、大人のための英文法第10回です。で、まず今回は will の復習をしてみましょう。で、今回は will be ing とか will have 過去分詞、この形を will 周辺をやっておくことにしましょう。ホテルのフロントでどっちの言い方が不適切か。 A. How long will you be staying? B. How long will you stay? どっちでしょう。で、答えは B. B が不適切だということは前回教えたことでわかるはずだ。っていうのは、これに対する答えは I will もしくは、まあ、こんな感じになって、いずれにせよ今思いついた感の話になるよね。だから当然合わない。で、こっちの will be ing は今日やる will be ing の、表現なんだけども、ここだね。3番、相手の予定を尋ねる用法と、まあ、これは be ing で予定を尋ねる用法があって、まあ、その方が will you なんていうよりはちょっと丁寧だよって話になるわけだけども、それはまあ後でやりましょう。ということで、こっち側は使えるけども、こっち側はあまりにも変と。で、もちろん以前教えたように過去形によって相手と距離を取ると、で、丁寧にすると、これは以前にやった文章ですね。How long did you plan on staying, sir? どのぐらいの滞在予定でしたか?という丁寧に聞く言い方は以前にやりました。で、少なくともこの B の Will you stay? が絶対ダメだよねっていうのは、前回 Will you やった復習としてすぐに見抜いてほしかった。で、Will be ing に関しては今日の授業で説明します。